こんにちは。今回はフュリアスエクスペディション2やっていきます。はい、ストーリーの本編の途中でしたね。あ、なんかゲームが確かアップデートパッチが当たってたような気がしますが、まあいいでしょう。はい、ちょっと待ってください。はい、こんぐらいでいいかな。音量調節をちょっとしましたが、目的はモグラと合流する。ああ、そんな話でしたね。あ、ここにモグラの洞窟がありますね。ウイスキー、チョコレート、こんなとこですね。中精度は4、2、1になったらまずいんで、その時にアイテムを使うか、今使っちゃおうかな。これこの人の中精度ちょっと上げておきましょう。で、30日ぐらい使えないんで、中精度が上がるこの道具がどういう道具なのかよくわかんない。セラピーパドルって書いてますけど、なんだろうな、肩叩きとかかな。お疲れでしょ、肩でも叩きましょうかっていうね。知らんけど。ではこのね、モグラの洞窟目指して行きましょう。移動だ。なんかこっちにもありそうですね。こっち行ってから行った方がいいのかな、どうかな、わからんけれども、ここに行かんことには話が進まないような。間違った。あれ？あ、ズームアウトはこうか。え？おお、広いぞ。広い。ここまで、あ、そっち経由で行くの？こういったら19、11、11、これでも一歩だからな。こういったら、いや余計使うんだろうな、これが。ちょっとここに一歩行ってみるか。待てよ、移動コスト3、増減 0.7。 あー、多分この通りに行った方が23。あ、ちょっとやっぱり、最短距離を、最短距離というかコストが少ない距離をガイドしてくれてますね。はい、じゃあ行きましょう。ちょっと戻っちゃいましたけど、あ、うずら、あ、料理人がいるんじゃなかったっけ。まだ
小気度回復しなくてもいいかな。じゃあ洞窟に行きましょう。ドドン。ちょい音量上げてもいいかな。はい。ひそかにモグラたちは洞窟から出てきた。あ、いたいた。太陽の光に瞬きながらも彼らは大いなる水晶のことを話してくれた。いきなり話してくれるんだ。大いなる水晶はぬるぬるの泥棒目、人食い目、やつらは信用できない、大いなる水晶は何世紀も前に、卑劣なサラマンダーに盗まれたそうだ。そしてそれ以来2つの集団は憎み合ってるという。あれだ、暗証号みたいなやつだ。新しい目標、大いなる水晶を手に入れる。彼らはサラマンダーがこの地域にある古代の神殿に水晶を隠したというところまでは突き止めていた。神殿を探し出せば水晶も見つかることだろう。見つかるだろう。あ、クリスタルシード。水晶を手に入れた後、それを地下の洞窟にある彼らの村に持っていけば多くの報酬が得られるだろう。また、彼らは私たちの尽力に対して頭金を払ってくれた。ああ、そのまま帰るわけにいかんな。これちょっと今回画面違う、いつもと違う画面でちょっとやってるんですけど、この主人公のアイリーナさん、顔の右目怪我してるみたいな感じがしますね。右目が白くなってますけど、目が開いてるんだと思ってたら、これ右目見えてない感じなのかな。冒険やろうって言ったら失礼かな冒険かっていう感じがしますね。やろうっていう出現に対しての謝罪をします不適切な不適切な発言に、お詫び申し上げますでもね、こう荒っぽい感じのやろうって言葉しか出てこなかった。僕のボキャブラリーが少ないことに免じてください。はい、まずこっから行ってみましょうか。なんだかわかんないんで、29かかるのか。まずはそうなるとこの表をやっつけなければなりませんが、そう、どうしよう。その前にうずらを、いや、後で使おう。よし、やったるで。あ、サラマンダーがいた。消えちゃった。うずらまた拾った。よし、ヒョウ攻撃だ。よし、くらえ。犬が噛みつく。犬は何歳ぐらいまで生きるんだろうか。お、コブ。呼吸の凍結、停止。え？相手を困らせるのかな？今減っやってる味方はいないもんな。まずはコブ。コブしておこう。味方の、あ、誰かをターゲットしなきゃいけないのか。じゃあリーダーで頑張れ。え、これはちょっと後にしよう。で、相手をちょっと弱らせる。なんかブーストした方がいい気がするけど、まあ、これちょっと最初は数を稼いでいくとこ。脆弱だ脆弱だって言われてもね。挑発、シールドと攻撃かな。いや、シールドだけか。あ、
自分挑発だ。ヘイトが自分に向くようにね、攻撃が自分に向くようにで、シルファルかかってこいやーっていうね、これゴニョゴニョゴニョってなってますけど、ヒョウに対してね、汚い言葉を言ってるんだと思いますけど、そんなん通じんのか。で、これ、はい、弱らせて攻撃、はい、で、さらに、弱らせて、ちょっと待ってよ、これは、これ、シールド、攻撃力13。シールド20になるのかな。ヘイトは1人に向かってるからな、どうしようかな。これにブーストしてみようかな。ブースト、いや、よしやると。で、普通の攻撃、料理人の攻撃、シャキ。結構これ1回やってみようか。これが回復、まあ、回復する対象いないからな、今やっても無駄か。犬かかれ、よっしゃ倒した。肉と皮、よーし。トラウマ治療があるから HP は回復してるはずだ。ではこの辺まで行ってみようかな。7。あ、なんかある、神殿。これはどうだろう、暗証サラファンダーを怒らせるのか、それともモグラを怒らせるのか、やってみないとわかんないな。まずい気がする。あー、これなんか持ってっちゃうと多分水がブワーって溢れちゃって歩きづらくなんだろうな、きっと。よし出た。別のルーン文字が浮かび上がり、私の眼前で石が刻まれていくようだった。ん？不屈の祝福。なんだろう。あとで、あ、今調べられるのか。なんか入ってるな。不屈の祝福。あ、最大体力プラス10。100になったな。よし。これは多分水が溢れてしまうんだと思うけれども、もらっちゃえ。水浸し。やばー。水が出てくんじゃないか。次のハテナはここにあるので、今88。消気度88、18、19。よし、ここまで行きましょう。うずらは腐っちゃったりしないのかな。あ、テレポーターだ、これ。ここ行くと、そことか、あっちに行けますよってやつですね。エビを倒した方がいいのか。どうか。19。ここまで行ってまずサラマンダーと話をするか。小気度はまだいいし、これもう使えるのかな。これを使って、アントワーヌ、料理人に使っとこう。はい、よし。
そろそろ行くか。ここに行くと多分テレポートするんでしょう。ただまだ行き先がわからないので、まずはこのサラマンダーに話しかけてみましょう。なんとかね、交渉して。原住民が近づいてきちゃった。平均値プラス2。島民たちは私と交易しようと近づいてきた。彼らは私が持ってきた道具に興味を持っていたようだ。ふふ。おお。いろいろくれるんだ。海の貝殻。キノコ。視界プラス60。これは消費アイテムなのかな？槍はあるけど武器はみんな持ってるもんな。槍はいらんかな？焼き魚、小気度6。ちょっとアイテムあんま持てないからな。意識用マスク。これをもらって、で、キノコをもらったら、何をあげなきゃいけないかな。今日の皮。生肉。うずら。足りないか。これは今持ってきたばっかりだけどな。あ、これなら取引が成り立つな。これで取引するか。これが、冒険ポイント45？ 70 だからな。貝殻、これ何に使うのかな。欲しいのは、これ、キノコだけだよな。貝殻は、やめといて。貝殻、何にするか分かんないもんな。これ70だもんな。いや、どっちにしろでもいずれ、これなし。で、生うずら。クリスタル。これでいいか。よし。こうしとこう。で、部族について尋ねてみよう。彼らのシャーマンはこれらの霊と交信することによって知識を得た。彼らは全てのものには霊が宿っており、全ての存在は媒介であると信じていた。なるほどね。媒介ってのは、なんていうかな、器みたいなことですよね。その霊の器になっているっていうような宗教観っていうか世界観っていうことでしょうかね。はい、立っていきました。歩き方が、バニまた、さようなら。さあ、このわざわざ蛇に絡まなくてもいいような気もするけど、どうだろう。一旦やっとくか。小気度57。あ、ちょっと待ってよ。このキノコを早速使ってみようか。見えるようになった。ここ行ってこの下行くような感じするな。ここもそうかな。ちょっとじゃあ一旦ヘビーをやって、その後下のこの山に行ってみようかな。
ここ滝とかじゃないかな。どうだろうな。で、ヘビ逃げた。よし、攻撃だ。グシ。振る。よっ、あんまり出ないか。カウンター。お？これはいいんじゃないか？ちょっと待って、これ回復なのか。破滅？いずれかのキャラクター、あ、ステータス回復だ。あ、バフデバフ両方できるっていう感じかな。うん。いや、バフはしないんだ。バッドステータスも、バフも解除する。で、回復っていう感じですね。うん。今のターンはいらないかな。まずは、これ。で、これ。パンチ結構強いな。ピストルガツン、噛みつき、んで、リロールしよう。回復停止1っていうのはよくわかんないんだよな。今できんのかな、停止1。あ、一旦お休みになっちゃうのかな、これ。でも殴れたな。あと33。わっ、ターンした。ここで回復したり、おお、反撃で倒した。同じ肉は出てくるな。巨大な蛇の皮。解体したんだな。よし。じゃあ、ここで、コックの活躍を。あれ？すごい。熟練に調理した動物の肉。消気度8か。この動物たちは輸入したいところだって。よっぽど美味しかったんだろう。他に食べれるものはない。58か。まあ、いけるだろう。ここまで行けばいけるのかな？いけないか。一応行ってみよう。何パセン？ここに？まあ、海岸って海岸か。よっぽど海が荒れるんだな。密輸業者、スマグラーですね。ハンソロです。徹底的に調査する。これダイスロールですね。お？誰がいいのかな？ビクトリアがいいのか？
何ロールがいいのか分かんないからな。自分が行くってのはないんだな。じゃあ翻訳者に行ってもらいましょう。シャバナ行ってみろ。緑必要だった。緑はガブリエルしか持ってない。ガブリエルに行ってもらって、さらにアイテムを使って、これでも3分の1、3分の2、確率はそれなりにあるけど、1個は出るんだな、6分の6。いやー、もう一つ使うか。まだだな、もう一つ使うか。なんか来た。よっしゃ、なんか見つけたろ。お、いっぱいだ。ダイナマイト来た。貝殻は何に使うんだ。部族の通貨。あー、じゃああれだ、なんだっけ、これスタックするな。あ、だ、じゃあ空きがまだある。よし、全部も拾えた。あれ、この辺になんかいたのにな、いなくなっちゃった。どうしよっか。産地51 14 21、ここまで行けないんだ。あ、こっちから行かなきゃいけないのかな。そっか、海がここ深いから。じゃあまずここか。ここだ。あ、いたいた、原住民。村か。錬金術師。あ、原住民。どっちがいいかな。原住民かな。私は食料を探している原住民の小さな集団と遭遇した。グループの一人が自分が釣った巨大な魚の話を熱心にしてくれた。見た目は可愛いんだけどね。評判プラス1。彼は自分の成果を自慢したが、悲しいから目撃者はいなかった。まあ、逃がした魚はでかい。逃がしたかどうか知らんけど。あ、ただ出会っただけだった。よし。正気度30。錬金術師の小屋に行ってみようか。どうなるんだ。お、なんかいるぞ。荒野の奥深くにある小さな小屋を発見した。中からは、支援の大きな雲が立ち上がっており、そのおかげで小屋を見つけることができた。狂ったような目をしたサラマンダーが、小屋から出てきた。日の光に慣れていないようで目を細めて私を見ていた。短い挨拶の後、彼は興奮しながら金属のアイテムを純金に変えることを申し出た。え？装備を変化させる？変質した金の塊？銃を金の塊に変えるってのか。いらんわ。金塊はいらんわ。ここでだな。ここで産地を回復せねばならんな。うずらを焼こう。おー、すげえ。熟練の料理人が調理した小さなうずら。上気度プラス6。
ウイスキーを1本開けて、チョコを1つ食べよう。よし、一かけらの美味しいチョコレートだ。よし、まあ、こんなもんでとりあえずいいかな。ちょっと下の方に、こっちの方に行ってみないと、これダイナマイトで破壊しないとダメかな。なんか空いてる場所がなさそう。あ、旅の密輸業者がいる。あ、こっちから行けるのかな。洞窟となるとモグラがいるのかな。よし、行ってみよう。お？緑2つ。確率的には結構あるけど、行ってみるか。よっしゃ。水を汲む、キノコを取る、アイテム空きあるか？ないな。事故への洞察力を与え、精神的な苦悩を克服することを可能にする。内省のキノコ、マップで使用可能。なんだろう、何かを置いて持っていくしかないんだな。何を置いていくか。松明は貴重だから、貝殻置いとこう。もう持てる容量が限界だから、こうしておこう。よし、出る。お、商人がいる。なんか取引できるかな。ロバいいな。ロバでも戦闘に使えないんだろうな。あ、何これ、長期度プラス10。狩猟ナイフ、松明、シャベル、赤いベリー、観測気球。特にいらないかな。松明は欲しいけど、なんか開けられるものある？エビの皮ぐらいかな。松明2つ。お、もうちょっと取引できるぞ。ベリー、ダメ。これぐらいかな。ああ、ランタンをもう手に持てるんだ。あ、松明もらっとこう。よし、ちょっと消費度厳しいな。回復、あ、ここに、あ、神殿か。テレポートしないと多分ダメなんだろう。多分この上に行く感じになるんじゃないのかな。こっ
地に行って、この神殿見て、テレポートして、あれ、でもあれだ、ここ行けないぞ、こっからしか行けないか、厳しいな。かといって、こ、あれ、ここにもハテナあったか。ここに行くのも厳しいしな。こっちから行けるかな。まあ、最悪ダイナマイトもあるから、ここまでは行けるな。産地の回復をどうするかだな。ちょっと、よく見えるキノコを使ってみようか。これ、これ何なんだろうな。あ、バッドステータスとか回復するのか。高いところが怖い。高いところが怖いを、これ。あ、回復するか。あ、高所恐怖症治った。そういう使い方するの。これはいいかも。で、キノコだ、キノコ。キノコをここで使っても、この先見えるようになんないよな、きっとな。60% だもんな。ちょっとやっぱりもう少し小気度を回復させるしかないな。で、間違った。ここまで行こう。あ、塔が消えてしまった。ここになんかいるけど。ここでキノコを使ってみるか。あー、なんかあるな。間違った。でも、これ回復じゃないよな、これは。多分。ここから行って、また間違った。テレポートしてここまで行って、そっから上に行くしかないな。ちょっと今の小気度を考えると、それ以外に手はない。30、ここまで30で行っちゃうしかないな。いやー、なんか滝ないのか。あ、なんかいるぞ。滝ないかな、回復できるところ。夏木場に行ってみるか。ちょっと待ってよ。多分取引しなきゃいけないから。あ、このうずら焼けるんだったな。これで12回復する。うずらを取引に使おうかと思ったけども、これもちょっと回復しとこう。水と水晶でなんとかならんもんか。間違った。まあ一緒か。で、下の浸水した小島に行っちゃおう。クリスタルだけ、あ、クリスタル2つでいけた。よし。亀なんだな。
亀に乗って移動するんだ。ここまで行って回復しないと厳しいよな。よし、着いた。あ、小気度は使わないんだな。よし、犬は優秀だ。コックがいるとすごく便利だ。うずらを料理して食べる。原住民に近づこう。お？雨の日は快適かい？サラマンダーさんたち。彼らは身振り手振りで自分たちのことを説明し、助けを求めているようだった。私は彼らのを咎めることはできなかった。ほとんど服を着ていない彼らはびしょ濡れで凍えているのではないだろうか。そうなのかな。このダイスは多分成功するでしょう。よし。評価がプラス1、評判か。これでプラマイやっとゼロになった。こっからだな。こっからキノコ使うべきは今だったか。はい、それでは今回は、ここで、一旦終了いたします。はい、それではまた。